金曜の夜 ABN で絶賛放送中の番組が、あいつ今何してる、芸能人の同級生を訪ねる人気番組です。実は私にもですね、小学校時代を過ごした佐久市の出身で世界で活躍するアーティストになった同級生がいます。こんな絵を描く彼、およそ20年ぶりに会ってきました。こちらが私が小学生だった時の写真です。小学校の3年生から6年生まで佐久市にある小学校に通ってたんですね。外で遊ぶのが大好きだったので、ちょっと日焼けをしていますが、あんまり変わらないでしょうか。で、同級生のこちらは梅沢洋平くん、クラス1のやんちゃ者だったと記憶していますが、とっても仲良しでした。彼がどうやらですね、アーティストになっているらしいんですよ。いや、変わってないですね、この校舎。佐久市の岩村田小学校です。私の母校です。今運動会シーズンで組体操の練習ですね。今日はここで待ち合わせをしています。お互いの母校岩村田小学校、ここで待ち受けたいと思います。ちょっと太ったお名前は？梅沢洋平です。私の同級生。そう、同級生。ちょっとぽっちゃりしましたが、面影ありました。梅沢洋平さんです。当時梅ちゃんと呼ばれていました。ここは小学校時代によく遊んだ公園。ここで梅沢さんの仕事を見せてもらいます。梅ちゃん、はい、あなたの職業は何ですか？スプレーアーティストです。使うのはアクリルのカラースプレー。今のところ、私にもできそう。誰でもできる。キャンバスにスプレーを吹き付けていきます。うわ、燃えてる。火は塗料を乾かすため、何枚もの型を押し当て上からスプレーします。なんかちょっとずつ見えてきましたよ。ほら、ね、筆は使わないの？筆は使わないです。筆の代わりにスポンジを。作業時間はおよそ5分です。料理するみたい。型を外すと。おお。すごい。マジックみたい、マジック。すごい、なんか今にも動き出しそうな、こう立体感のある虎ですよ。ちょっと迫ってくる迫力もあって、ほら。いやトラの作品は動画投稿サイトで配信したところ、世界中から閲覧があり、200万回再生されています。アトリエっていうものはあんまなくて、移動しながら、お店を移動しながら、3月はオーストラリアでやったり、メキシコでやったり。収入のほとんどは、T シャツ屋を始めたり。そう、なんか楽しいことやろうって言って、何でも絵に限らず、
楽しいことやってこうっつって。はい、ありがとうございます。車に画材を積んで全国各地でスプレーアートを披露しながら生計を立てています。拠点は沖縄、愛車のナンバーは C さん。長野県内の高校を卒業後、東京の大学に進学。就職先に選んだのは遠く離れたインドの IT 企業でした。日本にいるとさ、なんか結構こうじゃないといけないっていうのが強いのかなと。で、海外行ったら日本が逆におかしすぎる。何が起こっても大丈夫、何が目の前で問題が起こっても大体のことは何も動じないっていう能力はついたのかな。ヨーロッパなど世界を旅しながら自分が本当にしたいことを探しました。そして2012年メキシコで運命的な出会いをするのです。じゃあベロちゃんね、嫁を紹介しますね。はい、あ、ユミニカさん、あら、こんにちは。妻のベロニカさん、メキシコ人です。6年前に結婚しました。そのメキシコついて最初はお金なかったから、日本食をストリートで販売してた。で、それで結構売れたのね。結構売れて。で、その後ベロのお母さんがタコス屋さんみたいなのやってて、で、売れてんの 見てたから、すげえな、いいな、売れてんのいいなっつって、真似していいっつって、で、聞いたらいいよって、あ、じゃあ真似しようっつって、200店舗ぐらいね。店は繁盛しましたが、忙しく夫婦の時間はほとんどありませんでした。お金は良かったね。でもね、時間がなかなかなくて、まあ、楽しいか楽しくないかって言ったらね、楽しくないですね。そうですね。じゃあ、なんか好きなことやろう。じゃあ好きなことをやろう。自分たちの好きなこと楽しんで、それを仕事にしようっつって、なんか選べっつって。なんか選んで。そう、そしたら、アートって、アーティストになりたいっつって。スプレーアートはメキシコが発祥だと言われています。型紙は一作品で10枚ほど。すべてベロニカさんが2週間ほどかけて作っています。デザインは2000にも及びます。あの人が楽しむように、うん、なんか好きなことを、例えば動物とか描いて嬉しくさせたい。陽平さんのどんなところが、うん、どんなとこ、どんなとこ、なんか勇気、勇気、courage、courage、でやりたいことをやってるから魅力的、そう、それはすごい、うん、最後に私にプレゼントを用意してくれていました。作る工程まで楽しんでもらえるのがスプレーアートの魅力と話していた2人。世界中で活動するのが夢だそうです。ありがとうございます。すごい、自分じゃないみたい。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って、人を幸せにする仕事ですね。あ、もう超嬉しい、それ。ありがとうございます。私の同級生、梅ちゃんはスプレーアーティストとして人々を笑顔にする仕事をしていました。小学校時代、同じ教室にいた彼